12月、山の口ばく。イチョウの落ち葉に季節の音を踏んで、訪ねて見えた初めての若いジャーナリストが不思議そうに僕の顔のぐるりを見回して言うのだ。こんな大きな立派な家にお住まいのこととは知らなかったと言うのだ。それでご用件はと伺えば、彼は頭をかいてまたしてもあたりを見回して言うのだ。それが実は申し訳ありません、12月の随筆をお願いしたいのだが、書いていただきたいのはつまり先生の貧乏物語なんですと言うのだ。